ちは。私は新党憲法9条を作りまして、そして応援してくる人たちも、見つかって、いわゆる選挙対策本部も作ったことはこの間紹介した通りですけども、なんといっても選挙ですから、とにかく知名度を高めると、票を集めると、でそのためにお金をかけずにするにはどうすればいいかと、これインターネットしかないということで、これからどんどんとその動画をですね、使って宣伝していきたいということを考えてまして、今日はその最初の試みとしてですね、選挙対策本部に入ってもらった数名の人たちの中から協力していただいて、こういう対談形式で、私の思うことを伝えていきたい、つまり私が新党憲法9条を作ってですね、何を目指したいのか、それを伝えていきたいと思います。今日は選挙対策本部に協力していただく一人の方に来ていただいて、これから始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう何聞いていただいても結構です。わかりました。じゃあいろいろお聞きしたいことがあったので、聞いていきたいと思うんですけれども、まずは天城さんといえば、天城さんといえばもう、イラク戦争に反対して小泉その当時の首相から外務省をクビになったという経歴をお持ちで、その時のことが何かきっかけで今に結びついていらっしゃるというような感じ。もうよく聞いていただきましたというほどですね、このイラク戦争は私にとって忘れられない人生の一大事件だったわけです。あれは2003年ですから、もう14年以上前のことですけども、私繰り返して申し上げますように、もしあの時はイラク戦争が起こらなかったならばですね、そしてあの時の日本の首相が小泉さんなかったら、おそらく今の私はなかったと思うんですけども、それぐらいイラク戦争はですね、私にとって大きな事件だったわけです。それで、私は自分の口から言うのもなんですけど、今前川さんが次官で、安倍さんの政治をですね、行政を歪めるわけにはいかないという名声を吐いてですね、一躍有名になられたんですけども、私はあの前川さんの行動はもう素晴らしいと、あれほど勇気のある行動はないと、あの方は私と違って次官ですから、官僚組織の中で事務次官を経験した人がですね、あそこまで時の政権に反旗を翻すということは、およそ考えられないことでですね、大変な事件なんですけど、しかしあの人は現役の時にそれを言えなかったと、それは忸怩たる思いがあるということもおっしゃったんですね。まさにその通りでね、よくその前川さんを批判する人が、現職で何で言わなかったんだと、やめてから今頃言ったって何のあれもないんだという批判をするんですけど、それはその人はいかに組織にいてですね、権力に反旗を翻すことが難しいかということを知らない人なんですね。で、私のようにですね、反対するとすぐクビになるんですよ。だから前川さんはあの時もし現職で反対してたらクビになったわけですね。ですから、ことをさように前川さんのやったことはすごいことなんですけど、しかし私は現役で意見を言ってクビになったんです。それもすぐなんですか？もうすぐですね。もうすぐです、実際に辞めるのは8月ですから、半年近くありましたけど、もう意見を唱えた時にですね、もうすぐに電話がかかってきて辞めてもらうと。私がここで何を言いたかったかというとですね、これは手前味噌になりますけど、あのイラク戦争がいかに間違ってたかということですね。そして全ての国で、それを間違いだと認めて検証したわけですよ。で、日本だけやってない。そしてあの時にただ一人間違いだと言った現職の官僚がクビになったこともですね、もうとことん風化されてると。で、私は別にそれが風化されてもいいんですけど、私自身がそのことを反面教師として、今日まで第二の人生を送れたという意味で、私はある意味でイラク戦争にも感謝してるし、小泉さんにも感謝してるんですけども、しかしそれから14年経ってですね、今こそ日本はあの時の過ちを繰り返していけないと、
という時になってですね、まあ、誰も声を上げようとしないと、まあ、私はここが残念なところなんですね。ですから今聞いていただいた質問はまさに私がこれから説明したいと思う、なぜ新しい政治が必要なのかと、なぜその新しい政党が憲法9条なのかと、はい、まあ、ここに直結する質問だという意味で、はい、まあ、ご存によく質問を聞いていただきましたという思いを持ちました、はい、そうですね。そのなぜ、まあ、そこから憲法9条というところに行くのか、これもですね非常に まあ、聞いてもらいたい質問だったんですね、はい、というのは私は内部憲法9条をこれほどですね、重要だという意識が実はなかったんです。外務省辞めるまでは。辞めるまでは、ね、私はもちろん核武装をしろとかですね、はい、戦争しろというような立場じゃありませんけれども、うん、しかし外務省入って35年間ですね、いろんな外交をしてきてですね、ここまで本気になって憲法9条を変えていけないという思いは実は持ってなかったんです、うん、でしかしながら、はい、まあ、一つはさっき申し上げたようにレバノンという国に勤務してですね、アメリカの中東政策をずっと見てきたわけです。そしてそのアメリカの中東政策の一番大きな問題を武力で強いものがね、弱いものをやっつけると、ここに行き着くわけです。でこれこそですね、憲法9条のですね、言ってることと真逆でですね、やっぱりこういうことをやってると平和は来ないなと思ったわけです。でその後、まあ、外務省を辞めた後にですね、私はなぜこんな政策がまかり通るのかと、なぜ日本がですねこれほど間違ってる、つまり当時我々の同僚はみんな反対だったんですよ。そうなんですか。こんなことしてね、はい、世の中良くなるはずがないと、うん、だけど止められなかった、アメリカの言うことだから止められなかった、誰も声を上げなかった、誰も声を上げなかった、うん、だからここで私が なんで日本がここまでアメリカにね従属するのかと、うん、もちろん外務省にいましたから日本の外交がアメリカ従属と分かってましたけど、うん、ここまでね従属するのかと、うん、まあ、そういうことを思ってですね、はい、いろいろその戦後の日本の政治とか外交の歴史を見てですね、自分なりに分かったんですね。結局その憲法9条っていうのはひょっとしてですね、日本が世界に先駆けて手にした最も重要な政治哲学じゃないかと。今は武力を放棄するっていうのは絵面ごとのように見えるけれども、究極的にそこに必ず人類がたどり着くと、そうでなければ人類は滅亡すると、そういう時期が来るんじゃないかと思ったんですね。でその私の思いはどん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 強まっていって、はい、まあ、残念ながらイラク戦争のおかげで中東はめちゃくちゃになったわけです。で最後はもうイスラム国というのが出てきたわけですよ。ああ、そしてもうテロとの戦いというのがもう当たり前のようになって、もう両親の悲鳴が上げるほどのひどいことが行われてますよね、うん、ですからそこでこの憲法9条を見直さなくちゃいかんと、まあ、いう思いになったわけです。ああ、もうまさにその反対して、戦争に反対してクビになってしまって、その結果がやっぱり正しかったっていうことだった。まあ私は自分の口からね、はい、そういうことを言うと笑われますから言いませんけど、だけど少なくとも誰が見てもあの戦争は間違いだったわけです、うん、そしてその間違いがですね、ちょっとやそっとの間違いじゃなくて、もう手がつけられないほどね、中東は破壊されちゃったわけですよ。で私は外務省35年いてですね、まあ、中東に直接かかったのはレバノン大使の3年間だけだったんですけども、しかし日本の中東政策っていうのは隣で見てきてですね、まあ、いろんな局面がありましたけど、ここまで予測のつかないですね、ここまでその収拾がつかないような状況はなかったわけです。で今もう中東政策が誰も手を出せないほどですね、混乱しちゃったわけですね。やっぱり間違いの大きさは大きいと思うんですよ。まあ、私は今北朝鮮問題が大問題になってますけど、はい、まあ、今度こそですね、アメリカが北朝鮮に武力行使しただろうなと、この
北朝鮮にアメリカ武力行使すればですね、その世界に与える悪影響は中東の比じゃないと思うんですね。ですからまあ私がそこまでアメリカの北朝鮮政策に批判するのもですね、まあ、やっぱりイラク戦争 の体験があったからだと思うんですね。そうするとそのじゃあ憲法9条というのが、まあ、政党にまでこうつながっていく、政党を立ち上げるところまでつながっていくというところは、これは憲法9条を前面に押し出すというのは、まあ、ここもですね、まあ、もうこれで最後にしますが、なんか八百長みたいに何でもかんでもよく聞いてくださいましたということになるわけですけど、そうじゃなくて、はい、実にその重要な質問でですね、なぜ神道なのか、そしてその神道の名前が憲法9条なのか、これなんですね。それで私はまあ、さっき外務省辞めて勉強したと言ったのは、戦後の日本の歴史をこう勉強してつくづく思ったんですけど、やっぱり日本は敗戦とその後のアメリカの占領がですね、非常に大きな経験だと思うんですね。でそこから全てが始まって、あの時の政治の大問題はですね、日本がどうやって戦争責任を受け止めてですね、どういう国づくりをするかと、これだったと思うんですよ。だけどもまあ、詳しいことは話す余裕がありませんけど、一言で言うとですね、日本人は自らの国民が自らの手で戦争を生産してですね、国民が自ら選んだ国を作らなかったと。つまりそれはどういうことかというと、アメリカの占領政策とですね、まあ、それに迎合する形で日本の当時の為政者がですね、天皇制を残してですね、戦後の日本の国を引き継いでいこうと、これが見事に合致してですね、国民の知らないところでですね、相矛盾する大原則でこの国ができたんですよ。一言言うとそれは戦争放棄の9条、でこれは平和憲法ですけれども、しかしアメリカの最初の動機は日本に再び軍国主義にさせないと、いわゆる懲罰的な意味はあったわけですね、間違いなく。で日本は受けざるを得なかったわけですよ、嫌いでも。だけど同時にですね、どうやって日本を守るんだと。で折から冷戦がちょうど始まった時なんですよね。まもなく朝鮮戦争が始まるわけですけど、ですから冷戦の中で自由主義陣営に組みするか、あるいはその共産主義も含めたですね、全ての国との関係を持つかというのが一大論争だったわけですよ。ですからその結果的には部分条約、つまりアメリカの自由陣営に入って戦後復帰したわけですけども、結局その日米安保体制、まあこれは日米軍事同盟ですけど、平和憲法と日米軍事同盟と、そして象徴天皇制がですね、まさに三位一体でですね、この国ができたわけですよ。でそれは矛盾してるわけですよ。だけども矛盾したけれどもそれを受け入れたと。で結局その問題がずっとついて回ったと思うんですよ。でところが残念ながら戦後の政治っていうのはイデオロギー対立になっちゃったわけですよね。自由主義陣営に組みするのは自由民主党だと、そしてそれに反対するのがいわゆる左翼政権である社会党とか共産党とかだと、もうこれでずっと来たわけですよ、ですから私が外務省に入った1970年頃もそうだったんですけど、国会の予算委員会の花形っていうのは安保論争だったんですよ。でこの安保論争は本当の意味でね、大きな政局で、もう我々もみんなその国会で安保の問題が出るときは必死で準備したわけですよね。官僚として、はい、で局長が少しでも答弁を間違うとクビになるほどね、真剣な議論で、しかもその今と違ってですね、政治家がベラベラしゃべりませんから、官僚の答弁っていうのはもうずっとその積み重ねなんですね。ですから昔の国会答弁を全部紐解いててですね、あの時こう言ったけど今はどうなんだと、それを繰り返してくるわけですから、極めて精緻な議論なんですよ。ところがいつの時か、もう官僚なんかに答弁させるなと、
政治家は自分の声で喋ってね、政治主導でやれっていうのが高まって、で私もそれはある意味で賛成したんですよ、うん、つまり政治家が勉強してね、うん、自分の言葉で喋れと、うん、でそれはそれでいいんですけど、今の政治見てると政治家が一人でベラベラ喋るようになって、特に安倍さんなんてね、そうですね、一人で喋って、はい、だからね、もっと言えばね、私は小泉さんが全て悪かったと思ってるんだけど、小泉さんっていうのはね、人の話聞かないんですよ、はい、で野党が質問しても目つぶってるわけですよ、うん、で何を答えるかっていうとね、あのそれは共産党の意見だろうと、ね、共産党が一生懸命ね緻密な議論をしてね、はい、あので私が聞いてるとさすがに共産党鋭いなと、これ答えるの難しいだろうなと、小泉さん答えないんですよ、はい、で昔だったらね、答えなければもうあの内閣総辞職だってね、国会が止まるんだけど、あ、はい、なんだかしら小泉さんだとみんな笑ってたわけですよね。でね、小泉さんが国会答弁を台無しにしちゃったんですよね。はあ、のだって今から思い出してもね、はい、驚くんだけど、その自衛隊が言ってるところが 非戦闘地ってね、そんなこと俺に聞いてて分からない、はい、そんなことをね、今安倍さんが言ったらね、野党共闘は目を見て怒るんだけど、小泉さんは笑ってしまいました。でもっと言えばね、彼はそのアメリカとの関係さえ良ければね、他の全ての関係が悪くたっていいんだと、うん、だけど他の国の全ての関係が良くたって、アメリカとの関係が悪くたってもう日本はおしまいだって言ってるわけですよね、国会答弁でですよ、うん、ね、さすがにね、もう私はこの小泉ってことがとんでもないですよなと。もっと上司、いや上司っていうか、まあ、あの人は首相ですから、あ、はい、もう上司はもっと上司です。私の上司っていうのは、あの、はい、首切られた時は川口由里子といって通産官僚がやったね、女性ですよ。小泉さんはね、はい、まああいう政治家で、だけどなんか憎めないんですよね、憎めない。であの人はあの今でもね、まあ、あの人気があるみたいで、はい、まあ、あの人は一番あの勝ち逃げした人だなと私なんか思ってるんだけど、まあ、なんでこう話になったか、まあ、要するにだから政党、なんで政党かっていう、はい、だから結局ね、憲法9条は重要なんだけど、うん、憲法9条が重要だと言ったら共産党に見られるんですよ、ね、それで私は実はあのこの党憲法9条だって言った時にね、はい、みんなが反対したんです、うん、そんなこと言ったら共産党と間違えられてね、絶対票を集まらんと、はい、それだけやめろと、うん、で私はあの その通りだと、まあ、私の体験から言ってもね、私実はあの外務省クビになってね、一躍その元官僚が小泉と土でクビになったって英雄みたいになってね、至る所で公演に呼ばれてね、あ、まあ、1年間だけだったですけど、もう1年間毎日のように呼ばれて、一番多かったのが共産党だったんですよ。で最初共産党にね呼ばれて、まあ、もっと言えばその十何年ほど前にあの南アフリカの人種差別となってアパルトヘイトってなって、私それにアフリカ課長に反対したんですよ。で日本の課長で初めてね、厳しい制裁をね、日本企業にかけたと、で共産党大喜びでね、で国会でも共産党の課長が出たなんて言われちゃってね、まあ、その時から共産党と呼ばれたり、まあ、いろいろ知り合いもできたんですけど、だけど共産党は一つでも違ったことを言うとね、はい、もうそれで終わりなんですよ、あ、許してくれない。でただやっぱり一般世論がね、うん、これじゃついてこないと、うん、ですから私はその共産党でないね、はい、できれば保守ですよ。本当ならば自民党から出てくるのが一番いいんだけど、さすがに自民党からね、憲法9条を守れと、あるいは日米同盟やめろというのはさすがに出てきませんから、そうでなくてもその一般国民がなるほどと思うようなものが憲法9条は大切なんだというのが出てこないとですね、広がらないと、と思ってあえてこの名前を作ったんですね。ですからまあ、今でも名前を変えてももちろんいいと思いますけど、だけど私はこれはやっぱり変えちゃいけないと、つまりむしろ逆にですね、はい、名前を憲法9条等とつけるからこそね、いいんだと、歴史に残るんだと、あ、いう気をしてるんですよ。